三吉石塚古墳は奈良県北葛城郡高梁町三吉にある古墳。形状はホタテ海形古墳。うまみ古墳群を構成する古墳の一つ。奈良県指定史跡に指定されている。奈良県西部、うまみ給中央部において新小山古墳の外包み西側に築造された古墳である。1987年度に発掘調査が実施されている。墳形は 前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形で前方部を東方向に向ける。噴球のうち後円部は2段築成。前方部の南東宮部には角状の張り出しを付す。噴球表面では吹石が検出されているほか、角段テラスにおいて円筒埴庭列が噴頂部において軽傷埴庭が出土している。また、噴球周囲には馬底形の集合が巡らされる。 主体部の埋葬施設は未調査のため明らかでなく、副葬品もつまびらかでない。この三口石塚古墳は古墳時代中期の五世紀後半頃の築造と推定される。うまみ古墳群では、須山古墳、乙女山古墳、新小山古墳、三口石塚古墳、倉塚古墳、三好古墳、月山古墳、コンピラ山古墳のように大型前方後円墳と、 ホタテ海形古墳が近接するという特徴が認められており、姫彦生との関連性を指摘する説が挙げられている。古墳域は1992年に奈良県指定史跡に指定された。現在では史跡整備の上で公開されている。古墳の規模は次の通り。墳球の吹き石には縦の列石が認められており、隠れ列石間が作業単位とされる。 また吹石に使用される石材のうち、公園部の奇跡安山岩は、柏市の二乗三六三で、前方部の黒雲母加工岩は、大麻調整法三になる。ありがとうございます。